どうもです。おやじでございます。前回買ったね、ゲーム、どういったゲームか分かんないで、ちょっとねプレイ動画を上げようと思って、でちょっとね用意しましたんでやっていこうと思います。まず DS のねクロスオブビーナス、こっちからこちらからちょっと見ていこうと思います。音量はマックスになってね、どっちだ、スタートしないとダメかな、こういうやつだね。ロードができるかな、データ入ってますか。あ、龍馬さんがやってますね。レベル17までやってる。6時間ほど遊んでますね。どうなのかな、面白いのかな。箱説なくし、完品で1000円ぐらいはついてましたけども、あ、本当に学園 RPG なんでね。あ、これは説明書の、あ、下に仲間がいますね。結構仲間いるな。所持金が円になってますね。うん、近未来的なっていうか現代的なやつなのかな。まあ、こういう感じでアイテム、隊列、必殺技、ステータス。これでもあれじゃない、女の子ちゃんとか可愛いんじゃない、ほら。かなちゃん。なんか女の子がいっぱいいるといいね。ドクロちゃん。自分で付けた名前かな。電撃カードってなんだろうね。カードが、あ、下に出んのかな？いや、カードがないね。デッキがあるな。カード対戦とかなのかな？ちょっとわからないですけどね。これもちょっと、後にやってみようかなと思っております。はい。これで画面、リセットボタンみたいなのあったっけ？ DS って。ちょっと覚えてないな。引き続きね。もう一個はね、ゲームボーイアドバンスのね、ツインシリーズ6。こちらを遊んでみたいと思います。下か。二つ遊べる。ワンニャンアイドル学園中のと、子犬と一緒2スペシャルが遊べるんだね。まあ、お得っちゃお得かな。これね、このね、ハードオフさんにね、ツインシリーズ2っていうのが550円で売ってんのよ。魔法使いの女の子だよ。まあ、いいや、とりあえず起動チェック目的だったんでね、遊ぶことはできましたね。はい。ってことで、以上にしたいと思います。今日はね、先日買ったゲーム、間違えた。ツインシリーズ6と、クロスオブビーナス、こちらをね遊んでみました。以上でございます。ご視聴の方ありがとうございました。それではまた。コンティニュー。